サマフレーズが生体入れたドリブルか3人ぐらいかわして、マイナス入ってたデブライネのヘッド決まりました。いやー、マフレーズのクロスも良かったしね、ボール落ちちゃなっちゃったね。デブライネが死角に入ってくタイミング抜群でしたね。さあ、彼女を寝取った男にリベンジのヘッド。それこそ、セカンドレグがね、マドリーのホームだからね、ベルナベウだから、ここでできるだけリードしときたいというか、失点も抑えてね。お、デブライネのクロス、お、すぐ、あ、来た！お、マジで来たじゃん！いやー、でもデブライネのクロスって処理しにくいんだね。今、簡単に処理しそうなボールだったけどね。ここで引っ張って、ここで縦行けましたと。で、マイナスのところでデブライネ待ってて、ここはね、超スピーディーなクロスで。そっか。そうだね、ここさ、あのセンターバック釣り出されてるけど、カゼミロいるとセンターバック間に入ってたりとか、もうちょっとディフェンスラインの守備してると思うんだけど、全員ロックしてるから。いやー、うまい！いや、ちゃんとジンチェンコ視野に入れてたんだけどなー。いやー、ほんとベンゼマさすがだね。ちゃんとね、視野の中入れて対応できるとこいたんだけど、やっぱちょっとね、ボール出る瞬間に体当てたりとかできないとね、当て方によっては PK になるからね。クロスの担当者決まってんだけど、でもうクロス上がってきたからすぐ対応したいんだけど、この一歩というか瞬間的なのが命取り。これだってカンセロでも同じように決められてましたからね。シュートコース絶妙だしね。いやー、でもシティ決めきれなかったのがでかいね。これで流れ変わるからな。来た！うわー、ブラボー。すごい。フェルナンジーニョか、今入れたの。あー、ここで、プレス狙ってて、フェルナンジーニョから、いやー、ツータッチでもうこのエリアまで運ばれて、そりゃそうだよね、ビルドアップの途中だから戻れなかったもんね。いやー、さすがにカルバハルもね、この状況戻りきれなかったもんな。あー、それでもこう、コゼ行っちゃうからな。さあ、これどうする？素晴らしい。いやー、これ決めんのよ、マドリーは。なんかもう、マフレーズとかだったら外してそうだもんね、今のね。今見て、ハマってたけど剥がして、今度はフェルナンジーニョやられたもんね。もうだからマドリーとかだとこれでいいって話だもんね。これができる選手だからマドリーのレギュラーだしな。いやもうベンゼマに戻してくるっていうのでもうね、二人がエデルソンにかけたもんね。あ、ファウルになんないんだ。うわー、決まった！すごっ！ゴールに向かって線引いたみたいなシュートだったね。いや、ベルナード・シューバー今審判流してたもんね。うわー、ハンド完全に手上げてたもんね。あれブームなのかな、思ったより曲がったみたいなことなのかな。タバレス現象だよ。いや、なんだかんだ言っても1点差になったね。いやー、終わりましたね。いやー、これ次の試合どうだろう？ 1 点差だからもう差なんてないようなもんだよね。なんならマドリー有利ぐらいじゃないですか。2点差、3点差つけてたら、3点差つけてて、今のマドリーにはちゃんと戦力揃ってたら、ね、イーブンだったんじゃないですかね。変にそれつけてね、向こう迎えるぐらいの感じだったしね。で、後半はもう完全にあれですね、その、ミスのところのやつを、あれ、カウントしないと、もうマドリーが、前半に言ったあれみたいに、4-1-2-3、ここが空いてたのがもう、引いてこういう形になって、ある程度こうコンパクトに守ってってしたときに、もう一つ、やっぱ、工夫として、サイドのところで、まあ、サイドチェンジさせないような体の向きの作り方だったり、コースの塞ぎ方してたんだけど、ただ、それでも、触れるときにシティが振ってなくて、振ることによってさ、相手がこうどんどんさ、まあ、シティの選手はこういう風についてくるから、だから、振ることによって、この、クロスが一人じゃ解決できないスペースだったり、そこを埋めたくて相手がずれてきたところで、ウィングが1対1かけるときにまた開いて、そこを埋めようとしてまた空いてきてっていう、こういうのをやんなきゃいけないんだけど、同じサイドにこだわりすぎちゃったんだよね。同じサイドの中でラストパス出そうとしてみたいな。まあ、それでも崩してたりとか、ベルナード・シューバーの得点とかあるからすごいんだけど、マドリーが使われたら嫌なところを、機能的につけなかった時間帯が、まあ、長引いて。で、マドリーはその中、我慢して一本ずつ決めたっていう感じでしたね。特にビニシウスの2点目。だから
ベンゼマの1点目もさ、ジンチェンコしっかりマークついてたな、あのワンチャン生かしたしさ。そう、あそこのね、理不尽さと、2点目のね、ビニシウスの、フェルナンジーニョからボール奪われて失点したのをやり返したみたいなね。で、あれで一人で運んでって、中の選手がね、もうマークつかれてて、じゃあもうキーパーとに1対1決めてやるって、ちゃんと決めるからね。あれ、今日のマフレーズ・フォーデンだったら、クルトワ相手に決められてなさそうじゃないですか。だからそこの個の差みたいなありましたよね。ここから帰ってこなったらきついね。ただね、これ、セカンドレグが絶対に、でもね、マドリーよりって言い切れないのは、やっぱり監督の差で、これ踏まえて、ペップはやっぱり修正したりとか、セカンドレグマドリー用のプランを考えるじゃないですか。なんだけど、アンチロッティはまた同じ感じで来るから、で、それをね、サンチャゴ・ベルナベウの力ってだけで、解決できるかっていうとね、そこをそういう、なんか目に見えないところ、神通力的なので解決しにくいと思うんだよ。今ハイライト見てますけどね。そうだね。やっぱディフェンスラインに入る守備、このクロースのところも、ミリタンの前のエリアかな？アラバの前のエリアか。ここ、カゼミロだったら戻ってるところですね。で、今回のレアル・マドリードの守備の助けは、やっぱりサイドバックが開けた間のスペースをインサイドハーフが戻ってって感じで、そう、どんどんインサイドハーフがスペース埋めるから、インサイドハーフがじゃあもともといたスペースのところはアーリークロスで使われると失点になってますね。で、逆にシティとかそこの組織崩されきってないんだけど、崩されてない組織の中で個人個人の戦いになるところで、やられたっていう。で、こう一個一個決められなかったのがね。同じようなシーンですもんね、これね。言っちゃえば、ビニシウスと。ね。天気メタジェズスよりもね、調子悪い両ウィング。マフレーズは変えたっけ？ん？スターリング入ってたから、マフレーズ変えたんだよな。途中で書いたんだよ、だったっけ？マフレーズ合ってるか。そうだ、これとかマドリーのビルドアップのね、この、まあ、融通の効かなさっていうか、ハマってるけどずっとやってたのが一個失点につながったって感じですからね。ジェズスをマフレー、ジェズスをスターリング変えたんだよ。だよね、だから、調子悪い二人を残してるもんね。むしろジェズスの方が調子良さそうだったけど。アラバは無理させないための交代な気がするので、そういう意味では賭けに勝ってたと思います。まあそうですよね。普通に前半パフォーマンスしてたもんね。シティ勝った気してない。うん。マドリーは守備の個人面でビニトやアラバが潰しに行ってかわされる場面だった。いや、その状況を作んないためのね、インサイドハーフとかアンカーのカバーリングだったんだけど、そこが機能しないとね、機能しなかったり、1対1で突破されたりとかすると、どうしてもセンターバック出ていかなきゃいけないからね。そう、4点取られた事実あるしね。いやー、これね。私、アンジェロッティ・マドリーはそうっすよね。パリ・サンジェルマンとの試合もそうだし、あれ、チェルシー、パリ・サンジェルマンとの試合は別に、なんかファイブエリア使えてなくて、それで、機能性の高い攻撃とかできなかったけど、ドンナルンマのミス一発から流れ変わったじゃん。左ハーフバイタル使えてないね、みたいな。チェルシー戦はどうだったっけ？チェルシー戦も必要な修正はしてないけど、なんか、いけたんだよね、なんか。チェルシー戦は何が起きたんだっけ？もう、その時のリアルタイム分析よかったら見直してください。もう思い出せない。
フェルナンジーニョ、なんなのあのビニシウスの一発だけですよね、ミス。それがでかすぎただけで。あ、そうだ、チェルシー戦はそう、モドリッチのスーパープレイだ。そう、うまくいってなかったけど、みたいな。あのスーパーアウトサイドパスね。やっぱり、まあ、アンチェロッティ・マドリーはこの選手のモチベーションとね、やりやすさ、ね、爆上げというか、それで、ね、最高のマネージャーになる感じですよね。マドリーって人事尽くしてないのに、店名が回ってきまくるなんて。店名というか、回ってきてるというより、店名を持ってる選手たちを獲得してるって感じしますよね。うん、いいこと言えた。なんで、店名がうちにある選手たちを取ってこれてる、レアル・マドリーっていう。まあ、レアル・マドリーの流儀でもね、そういうふうにビッグマッチで活躍する選手を呼んでくるっていうか、獲得するってなってるからね。だからそれをね、人事を尽くすタイプのシティが次勝つのか、それでもマドリーがねじ伏せるのか。まあ、そういう感じですかね。